皆様こんばんは、四軸テクコロです。現在ただいまはですね、3月23日、18時52分を回ったところといったところでしょうか。いつもの祇園大橋に来てます。天候が本日は悪いためですね、この国道183号線も大渋滞ですね。これはまあ北行きですね、郊外へ向かっていく方が大渋滞していると。そして川の向こう、大田川放水路沿いですね、新庄橋からちょっと行ったところですかね、この祇園大橋に少し入ったところ、いやもう交差点と言っていいかな、あれや新庄橋のこれ渡ってすぐの辺ですね。何やらあれは多分救急車だと思いますが、事故かなんか起きたんでしょう。まあ、おそらく警察官も、駆けつけているものと思われますが、まあ、それにしてもこの国道183号線のこの混雑ぶりっていうのもなかなか見ないですね。向こう側にですね、祇園新橋ですね、まあ、祇園新道が開通してそのことによりですね、かなり低減はされているとは思うんですが、もう19時近いというのに、この混雑というのはまあなかなかないんですけど、おそらく天候が悪いということで、自転車あるいはオートバイ、そのあたりの方っていうのがかなり車などに、ね、切り替えをしてるのかなといったところですね。いやこの近くにあの料理屋さんとかなって焼き鳥屋さんとかあるんだよ、ちょっと焼き鳥とかの匂いが充満してちょっともうたまりませんですけど、今日昼間はですね、まあちょっともう暗くて見えませんけど、あの対岸の向こうにもあの大田川沿いに遊歩道がですねあったりとか、まあその他桜の木が植えてあるところとかちょっと通ることがあったんですが、そうですね、もうつぼみはほぼスタンバって、あと本当気温がそんなに高い日がなくてももう数日以内にはどんどん咲き始めるんではないかと思いますね。一応縮景園の標準木は、まあ、5輪以上ですね咲いて開花ということにはなってますけど、今からどんどん開花ラッシュになるんじゃないでしょうかね。昨日まだ出してないですけど、昨日あの芸備線とかバスでですね、あの広島ではあの三好市がですよね主催をして、JR 西日本と広島電鉄、美北交通、ここら辺が協賛をして、あの三好まで1500円でですね往復で行ってこれる、その代わりまあ片一歩バス片一歩鉄道、まあ、どっちが往路でも復路でもいいんですが、そういう切符がありまして、これ広島からあの普通に行くと1300円ぐらいするんで、それを1500円で何て言うんですかね、あの1500円で往復ですね。それから現地300円のタクシー券もついてるってことで、1500円で1800円分ですね。なんだけどその1500円も普通に行って帰ったら2600円ぐらいするのが1500円で行って帰れるってことで、大変お得な切符だったんですが、まあその動画もぼちぼち出していこうかなとは思います。というようなことでですね、ただ単に橋の渋滞を取りに来ただけみたいなことになってしまいましたが、はい、ということですね、この動画はここまでにしたいと思います。そういえばあれですね、今この時間帯はウクライナのゼレンスキー大統領があの国会でオンラインで演説をしていますね。はい、そんな時間帯に祇園橋に来てみましたということですね、この動画はここまでにしたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。